ポセサロモンロンドンヒメネスは、ベネズエラ、首都地区ミランダ州カラカス出身のサッカー選手。エバートン FC 所属。ベネズエラ代表。ポジションは FW。2005年にデポルティーボ・ボグリマ FC から、アラガア FC の下部組織に移り、2006年10月8日のカラボボ FC 戦で、トップチームデビューした。2007年4月8日のカラカス FC 戦で、 初得点を挙げた。2008年夏、スペインセグンダ・ディビシオンのユ d ラスパルマスに移籍し、8月16日の FC ・バルセロナビートのプレシーズンマッチで初めて試合に出場した。10月4日のデポルティーボ・アラベス戦でリーグデビューしたが、2008から09シーズンは10試合に出場して無得点に終わった。2009年9月2日、 コパデルレイのカディス CF 戦で移籍後の公式戦初得点を挙げ、19歳11ヶ月17日でのゴールはクラブの外国人最年少得点となった。2009から10シーズンは36試合に出場して10得点を挙げ、クラブをセグンダディビシオン B 広角から救った。2010年7月19日、プリメーラディビシオンのマラガ CF に クラブ史上最高金額の移籍金350万ユーロで移籍した。8月28日、2010から11、シーズン開幕戦のバレンシア CF 戦に先発出場すると、9月19日のセビージャ、FC 戦で初得点となる先制点を挙げ、その4日後のヘタフェ CF 戦でも得点した。12月5日のラシン・サンタンデール戦と1月22日の バレンシア CF 戦では1試合2得点を挙げ、コパデルレーのセビージャ FC 戦ファーストレグでも2得点を記録した。ヘディングシュートを得意としており、2010から11シーズンのリーグ戦で挙げた14得点のうち6得点はヘディングによるものである。2012年8月5日、ロシアプレミアリーグの FC ルビン火山に4年契約で移籍。2014年1月、 ロシアサッカープレミアリーグの FC ゼニとサンクトペテルブルクに5年契約で移籍。2015年8月10日、プレミアリーグのウエストブロムィッチアルビオに FC にクラブ史上2番目の1200万ユーロの移籍金で4年契約で移籍。フェルナンド・アモレビエタに次くプレミアリーグ史上2人目のベネズエラ出身選手となり、8月29日の ストークシティ FC 戦で移籍後初の決勝ゴールを決めた。2018年8月6日、ニューカッスルユナイテッド FC に1シーズンのレンタル移籍。リーグ戦においては、序盤は負傷により欠場をしたが、11月26日の AFC、ボーンマス戦で移籍後リーグ初得点を含む2得点を挙げる。結果、このシーズンは、 リーグ通算11得点7アシストを記録し、クラブの2018から19シーズン、最優秀選手に選出された。2019年7月19日、入滑する時代の恩師であるラファエル・ベニテスの誘いを受け、中国長級リーグの大連一方足玉クラブに移籍した。2021年2月15日、ロシアサッカープレミアリーグチェスカ・モスクワにレンタル移籍。 2021年8月31日、フリーでエバートン FC に加入した。契約期間は2年でさらに1年に延長オプションが付帯する。2008年2月3日のハイチとの親善試合で、ベネズエラ A 代表デビューを飾り、3月23日のエルサルバドルとの親善試合で、初得点を挙げた。2009年には U-20 ベネズエラ代表として、 エジプトで開催された 2009FIFAU-20 ワールドカップに出場しグループリーグの U-20 多七戦でハットトリックを記録するなど通算4得点を挙げてベスト16進出に貢献した2011年2月9日にはコスタリカとの親善試合で2得点を挙げた2019年11月19日の日本との親善試合で前半だけで ハットトリックを達成した。ありがとうございます。